えるといいな、会いたいですね本当に。私もそれ思ってるとこ、思ってたところ、本当にそう、機会があれ会えるといいな。お店明けおめは言いますよ。そりゃ今日はね結構ダラダラ過ごしてたんですよ。で今更なんですけどメイクをしてます配信のために。今更するなら朝からしとけようと思うじゃん、きっと。満足ですって、早っ、早すぎやん始まったばっかりやけど。今日はもう本当に一日ダラダラしてました。ご飯食べて、なんか昨日の紅白をね見てたんですよ、親戚みんなで。そうそう、次ももう一枠したいんだけれど、一旦さ、一旦ちょっと時間空くけど、すいません親戚のね送り迎えをしなきゃいけなくて、カブおじをね送っていく、カブおじやな方、私が送るのは。そう、カブおじやないんだけど、今日下にカブおじいる、1階にほらうるさい声が聞こえるでしょ。私の親戚ね、なんかめちゃくちゃ声がでかいのよ。おうちマジで死ぬほど声ちっちゃいのに、おじさん同じ兄弟とは思えないぐらい声がでかい。声でかいっていつも言ってるんですけど、本当にでかいの声が。カブおじ担当カブおじは違った、私はもう一人のおじさんをちょっとね今からね送迎しにね、タクシーになるの私が。送って送ってもらう立場のくせにさ、おじさんずっと私にさ、もう水木の運転怖いって言ってんのもう送らんって言った。落としたらもらわんよ、もう22ですよ、22倍でもお年玉じゃないけど、しょっちゅうお洋服とか買ってもらってる買ってもらってるっていうか、あのお下がりでもらうことが多いな。おじさんねおしゃれなんだよね。それで結構お洋服をいただいてる、お下がりで。あ、そうそうだ、始まってすぐ言おうってしたら、そうなんですよ、ランウェイイベントがもう見つけて、めっちゃさ、あのラジオでみんなにどうしよっかっていう、どうしよっかなって言おうかなと思ったんだけど、そのラジオの分だけ配信しないかったらもったいないと思って。だってやめることはできるじゃん、配信、あのイベントさ、不参加ってよ。でランウェイイベントって最近本当にないからさ、しかも3位まで入れる、3位までが入賞って書いてあって、でしかもなんか1月はライバーさんお休み、お休み期間みたいなって聞いたんですよ。でなんかみんな1月配信あんましないらしくて、あの何 ?1 月7日までなんだけど、これだからなんかのチャンスかな3位まで OK で1月みんな休んでるみたいな噂を聞いたのよ。毎年1月はなんかあんまり配信しない人が多いって聞いて、でなんかランウェイイベントで結構大きなイベントが多いと思うんだけど、その中では比較的簡単なランウェイイベントかなと思ってとりあえず参加しましたしかも配信すごい最近いっぱいやりたいなと思ってて、ちょうど今配信たくさんやれるっていうか、やりたい、やる気合満々の月に頑張ろうと思ってイベント参加しました。あ、おにぎりさん、ホールケーキありがとうございます。アリさんもありがとうございます。うさぎさんありがとうございます。でも本当に皆さん、あのそう、初見さん昨日みたいな感じでどんどん初見さんに来てもらって、フォロワーも伸ばしつつって感じだけ、なんかみんながさ、ほんとお水木由志がさ、すごくさ、毎回さ私がイベントに出ることでさ、なんかもう負担がすごくお水木由志にバーってかかっている感じがするんだけど、なんかそういう、なんかその考えとか、そういう
今の風潮をちょっと変えていきたいなって思ってるの。2023年はそれもあってイベントに参加してって思ってるところです。だから本当にみんながそうやってなんかあれすることあれしないでください。本当にマイナスに思われるの嫌なんです。イベントに参加することによって、私はさ、イベントランウェイ歩きたいとか雑誌乗りたいとかモデルやりたいっていう目標とか夢を叶えたいっていう時に、お水九州がイベントになるとイベント出るってなるとみんなが「はあ」っていう雰囲気になっちゃうのが、なんかそれだとなんともあれじゃん、何需要と供給が合わない的な、なんかね、わかる？お水が勢いいってるけどみんなからしたら「はあ」ってなっちゃうみたいな、ありがちじゃない？そういうのが嫌だなと思って、そうなってるのは本当にみんながあまりにも背負いすぎてる感じがして、そうすごくありがたいんですよ。なんかいっぱい真剣にさ、水木のためにって思ってくれてるだろうなと思うけど、水木不思議がなんか悲しむような、悲しんだりテンション下がるようなのは全くの望ましくないから私からしたら、そう嫌なのよ、みんながあーってなるの。とはいえ自分の夢にとか目標とかにももう諦めるっていうことにもいかないし、まずね TGC っていう大きな舞台に立つ前にとりあえずランウェイっていう道をね一度も歩いたことがないので、お水木はそう今アイシャドウ塗ってますっていうこともあり、まずはそのまあ多分そんな多分大きなランウェイじゃないんですよ。でもまあギャップランウェイかギャップコレクションっていうギャップですよギャップギャップだからさ、すごいじゃないですか。そう何言ってんねんみんな、ミャーとかヘイとかニャーとかフーとかフォーとかニャーとか、で本当にみんなみんながさ、そう思わんでほしかった。私はみんなが思わんでほしかとだけんか、私がいっぱい配信ばして、昨日みたいに応援してくださいっていうお話っていう配信、いろんなね採集をしてみたいと思ってで応援してもらう。だって LINE ライブのイベントに出てんだから、 LINE ライブのファンの方が応援してくれるような、応援してくれないのじゃ意味がわからないってか意味がわからないことはないけど、じゃんお水木 FC がみんながもうミニ水木 FC だけってなると、それはもうさすがにもう厳しいでしょ。そう LINE ライブにも LINE ライブにもってか LINE ライブにはいっぱいいますから、リスナーさんが、そう応援したいって思ってもらえるように頑張らなきゃね私っていう話を してるんだけど、意味わかるかな私の言えること意味わかるかな。あちょっとまた後でやってみるね、フォローミー。今日は一回も試してない。昨日マジで10回ぐらいやった後に1回もならんかった。スクショ載せようかなと思ったっちゃけど、自分のスクショブスすぎて載せれんかったなんか時間を置いてくださいってずっと同じ画面になったさね。そのスクショば撮ったさ、こんな感じでならないんだよねって見せたいかったんだけど、ちょっとブスすぎてね載せれなかった。意味わかりません、もう一度ね。もうだから私もあんまね言えとる、あんまりねちゃんと言えとったかわからんさね。で喧嘩さ、そうそうそう、大好きさんの言うよるような感じさ、どっちも水月 FC っていうのはまあ AKB の時からのファンって感じがするイメージだとね、と思うんだけど、そう
そう、ライバー LINE ライブを通してのファンの方っていうのが、まあ、圧倒的にお水木にはあのいなあんまりいないのあんまりいないのよ。まあみんなも分かってると思うんだけど、で1年半もやってきたのに、なんかこうやっぱりお水木の努力不足とかやり方の多分なんかやり方のミスじゃないけど、やり方が多分そんなに上手じゃないとかいろいろあるんだと思うけど、配信のやり方とかねが下手くそとかもあると思うんだけど、1年半やってきて LINE ライブのファンっていう方がいないっていうのは、まあだいぶ課題なのかなって思ってて最近。そう、そのためにもやっぱりイベントに参加してさ、どんどんなんかこう、まあ普通のね通常配信もいいと思うんだけど、いやスーさんが本当にね、スーさんとこの間もお話し会で話してたのよいつもスーさんとで、ね、どうしたらライブのファンば獲得できるかなとか言って、ね、スーさんはすごくね DM とかでもそういうありがたいお話をしてくれるんですよ。今後についてどうしようかなって思っている時とかちょうど DM くれたりして、すごい納得しながら、なんかスーさんもねすごく優しいんだ。いやでもシビアな問題な時もシビアな問題じゃない、たまにはそういう時もね、いっぱいお話ししてくれて DM とかすごく嬉しかった。私は力じゃない、なんて言う、助けられました。あけましておめでとうございます。にゃん星人さん、今から私はおじさんば送りに行くさ。私は DM さしてないよ。 DM スルーって何DM スルーって何よ。 DM スルーって聞いたことないぞ。それで言うと全員スルーやな全員スルーやん、返してないけんね。そうよっていう話を したりするんだけど、もうすごくそれはねあるよ、2023年の課題なんで頑張ります。そういうことを私は言いたかったんだけど、そうなるとやっぱりお水木推しの負担を減らしたいっていうのがやっぱ一番。負担って言うと変だな、負担って言ってるかずっと。そう、結局まあそういうことです。お水木推しの負担をなんか、ね、減らしたいじゃないと私も夢も追っかけられないみたいな状況になっちゃったりするからね、っていうのもあって、もっともっと前向きに頑張りたいの。そう、そのために頑張るわい。2023年は DM 送ってないようにするまあ DM に限らず物事はよく忘れちゃいます。すいませんドリーちゃんと呼んでください。お水木のことはファン拡大計画、そう拡大計画ってもういつも言ってるんだけどさ、何か全然拡大できてないやないかーいってなったの、1年通してこう見た時に。拡大どころか拡張じゃない、縮小してんじゃないかって言われ DM が来ることもあるの。まあそれはまあ単なるアンチなんですけどそれはアンチやないかーいっていう人もいるんですけどね。なんかアンチとさ、そのアドバイスじゃ全然違うなってめっちゃ思う。アンチの人はもうあからさまに、いや私がテンション下がるような言い方をするんだもん。スーさんとか本当なんか何アンチじゃなくてさ、なんかそのアンチじゃない、何同じような内容でも全然なんか捉え方が違う、私の心に刺さり方が違う。だからなんかやっぱりすごいなと思います。すごいなとかありがとうございますって感じです。うんちかい、あうんちとこ行っちゃった。
アンチっていうか、まあ嫌なこと言う人もいますからね。眉毛を描いて、なんかもう8割ぐらい終わったっちゃけど、メイク今日適当でいいやけん、メイク終わったわ。もうこれでいいや。2023年もう1月1日からイベントに参加して、ちょっとあの勢いを1日からアクセル全開で行くじょ行くじょ、アクセル全開で行くんだ。おみずきは2022年、いいこともた、いいことっていうか、いマジ本当に2022年本当にね、あのお仕事マジでね、素敵なお仕事いっぱいさせてもらって、なんかこういう1年やったなと思ったさ。けどやっぱり課題はまだまだたくさんあるし、2023年は2022年は上回るぐらいの活躍と成長としていかんといけんなっていう気持ちでいっぱいです。親戚の前ではすっぴんなの、えそうさ、当たり前たい。アンチが生まれてスターは育つって、そうよ、アンチが生まれ、えこのなんか歌下手やななんか下手かった。メイクする人はできる、配信はすっとって今から顔は出してから、どうせみんな夜更かし11時ぐらいから配信しても寝らんやろ、寝るかな、寝る人、あのお仕事の人は寝てくださいね。なんか大体みんな休みなんじゃない、今日とか明日とかまでは。本当は全然みんな、あいいや、みんなそのみんなのことをみんなが いいなら12時超えても配信するよ、配信したいなって言おうってしたけど、でもそういう時間帯のにしか見れない人とかもいるから、やってみようかな今日せっかくだし。別にいいよね、ね、寝てるくださいね、寝たい人は 寝たい人とか、寝なきゃいけない人は寝てね、本当に。そうよ、あの寝たい、ね、寝なきゃいけない人は寝てください。そう、寝なきゃいけない人は寝てください。なんか時間帯とかも変えていろいろやってみようかな。イベント時間帯に見るファンを、イベント時間帯に見るファン、イベント時間帯に見るファンってどういうことだ、イベント時間帯に見るファンってどういうことってことは何時ってことですかね、それは。あ、くまたんさんフォローありがとうございます。尾上みずきって言います。今日からイベント参加してるので、ぜひ名前と顔とあの覚えててください。イベント締め切り時間、あ、なるほど、締め切り時間、あ、なるほどね、イベント締め切り時間に、ん？やばい、理解力が低すぎてびっくりした。くまったんさん拍手ありがとうございます。フォローにいっぱいありがとうございます。いや今回は3位までっていうのが結構でかいな。大体さ1位じゃんイベントって、1位までっていうのが多いからさ、3位までっていうのはでかい。この水着色白い、確かにね、めちゃくちゃこの日ライト浴びてたもん、マジで。この日のさ外からあの写真送りたいぐらい、本当にね、本当にね、もう四方八方ってなんていうっけ、四六時中じゃなくて、あの本当にいろんな、もういろんな角度から光がボーンってくるのよ、来てたのよ。この日もうね目が疲れちゃったもん。めちゃくちゃお話し会なんだけど、はなからと話してえっと楽しいのに、もう異常に目が疲れるのライト浴びすぎて、でからもう帰ってからすぐ寝てしまった、配信してからすぐ寝てしまった。よし、まつげばあげたら終了にしよう、今日はそんな濃くなくていい。
明日は結構忙しいのよね、親戚の集まりがあって。いい、オッケー。うん、お出かけじゃないっちゃ。明日？明日はね、お話し会ね。もう懐かしいばい。明日はお出かけじゃない、うちに来るのみんなが。そう、今からはあの送っていくだけだから、まあ車から出ることはないけん、お出かけじゃないっちゃけどさ。よし、いい感じ。ん？毎日来る場合？親戚。次の配信の、分からんさね、その車じ込み具合とかもあるだろうけど、分からんじゃけど11時ぐらいには始めれたらいいなと思ってるんだよ。11時ぐらいか。今ね、ちょっと待って、アイラインは引きよっけ。オッケー、アイライン引けた。アイライン引けた、上手に引けた。車内もうおじさん遠くやん、車内絶対おじさんしかおらんもん今日。本当におじさんがいっぱいいる。僕も送ってください。ファンピーになってしまった。いいやないかい別に。今日はリュウガンって何？リュウガンって何？うわ、汚ねえ、なんじゃこりゃ、なんなのこれ、なんか汚いんだけど。インク、なにこれ、なんか、なんかインクついたっちゃけど、汚っ、手にインクついた、なにこれ、しかも油性じゃない、油性、最悪や。おばさん、おかんぐらい何家好きだ。え、本当？めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。声好きって言ってもらえるとめっちゃ嬉しいですよね。声か、独特でしょ。なんか、え、龍眼知らん。なん龍眼って、龍眼ってなんだっけ。美味しいの？ライチ？なんだライチ？ライチってあの変なやつか。ライチさ、なんか食べたな昔。ライチ自体あんま食べたことないんじゃけど、妙にふにゃって。え、話したくない？何の歌も、何の歌？歌じゃない？え、なんだライチって。あんまライチは一回しか食べたことない。てか今ね、メイクしながら、はい、あの配信しよるけんね、ふにゃんとした声になったかもしれん。いつもはね、シャキシャキしゃべるさ、ほんとは。はい、尾上瑞希です、よろしくお願いしますって言って。よし、確かに人好きなのに、ほんと言ってよって言ってよ。かまぼこに、あ、え、かまぼこに卵入ってるやつ、え、食べた私も。え、あれ龍眼っていうの、マジそうなの。え、食べたんですけど私だって今日。美味しいよねあれ、めっちゃ美味しいよね。知っとるわ、食べたし普通に。知ってたよ、めちゃめちゃ。ホットビューラーでまつげば上げて、まつげを上げてマスカラ塗ったらほぼ終了。果物かと思った。ええー、ね、私もなんかライチライチって言うけ。え、待って、ライチライチじゃないと、ライチって何。ホットビューラー大活躍よ。
でも使い方まだわからん。俺がしてるようなライチみたいな果物。あ、え、待って、リュウガンっていろいろあった。まさか、まさか。よし、今フットビューラーでまつげを上げ上げしてる。よしよし、あ、めっちゃいい感じだい。はい、ごめんなさい、コメント見れなかった。字が間違って、間違ってたんかい今日人少ない、ほんと。ん？ 1 の子かとし推し、1の子かとし推しらしい。なんだその情報、なんだその情報ってゆいの子小学生、やだ、小学生には負けないぞ。ちょっと大人げない発言やけど、小学生には負けないぞ。姉元気ですって、よかった。まだ一緒におるとかな。あ、そっちか、ドライアイです。何の情報なん、さっきからカトシオシとか名探偵ってすごい、カトシオシっていう情報持ってきて名探偵って言われると。かどっからそんな情報を仕入れたんですか、カトシオシ。いや、いいんだけどさ、その誰推しかとかさ、どっか書いてるのかな、書いてたのかな。よし、まつげ上がった、完璧だぜ。こんばんは、きーちゃん。小学生なの？おみは小学生ちゃうで。おみちゃんは立派な社会人、社会人なのか。自分で今日サッカーしてきたんだ。明日もサッカーしに行こうかな。みずきちゃんは誰よし？私はね、16歳ちゃうな、全然ちゃうちゃう、22歳や。まあいいよ、ガニメデさんの中で16歳でおろうかな、永遠の16歳で。今日サッカーしに行ったもん。もうあまりにもぐーたらしよって、起きたら食べる、起きたら食べるみたいな、あ違う、食べたら寝るみたいな、そう、そっちやった、起きたら食べるじゃなくて、寝て食べて寝て食べてみたいな一日だったのよ、気づけば。であら、やばいと思ってサッカーしに行ったの。社会人のプロニートでしょ。え、プロニート社会人ちゃう、違うんだ。押してもいいやで、じゃあちょっと押しとっかな押そっかな。ね、懐かしいよね、最近見てなかった。9位の T のエク、また出たぞね、あなたかわいな。あ、そうそう、今読んだな、やばいな、私コメント読んだのにすぐ忘れてしまって、また読んで、もう病気ばい。ちょっと今マスカラタイム。あ、やば、9時半になったら遅れに行かんといけ。でもメイク終わった、大体。じゃあ11時からまたよろしくお願いします。見れる方だけでいいので、ぜひお願いします。イエーイ、まつげ絶好調。ねえ、リフティングの新技マジ練習しに行こう。明日行こうかな、割とガチ私とサッカーしたら嫌いになるかもしれん、めっちゃうざいけん。めっちゃうざいかもしれんよ。9位の T の人、みずきちゃん推しなんだね。あ、すごい、カトシ推しとかおみずき推しとかすごいな。配信します、配信すると声聞きたいって、ほらファンがいるよ、ファンが胸トラがいい。あ、もいちゃんハートありがとうございます。ありがとう、萌えちゃん、ありがとうございます。今日からイベント参加しているので、ぜひ
ハッピーニューイヤー、コメントもありがとうございます。ヒューリフト、ヒューリフトはね、まんまできる。あれ、サッカー経験者じゃなくてもできる。ヒューリフトマジで誰でもできると思うけど、ぜひ練習してください。私の友達のフィジーちゃんもできるからね。サッカーやったことない。特技をヒールリフトですっていつも言ってる。サッカーできんやん、ヒールリフトだけはできるんやん。なあちゃんとかも得意で、なあちゃん、幼なじみのなあちゃんもできるの。あれね、サッカーしてなくても絶対できるから、みんなやってみてほしい。一回やってみ、マジでできるから。コツつかめばすぐできる。運動神経いい子だったら誰でもできる気がする。できんかったけん運動神経悪いってことじゃないよ。みんなできる、私の周り。あ、音羽さんはじめまして、こんにちは、尾上瑞希です、よろしくお願いします。タカさんもハートありがとうございます。小学生の時できたよ。そうだね、小学生でき、なんかね、意外と簡単だよね、あれは。あ、確かに頭超える、結構高く上げるのは難しいか、器用に器用にやらないとね。小学生の時確かにみんなヒールリフトやってたな。よし、涙袋もできた。とっても可愛いで、ありがとうございます。音羽さんありがとうございます。尾上瑞希って言います。ぜひ覚えてってください。翼くんの真似して小学生ヒールリフト練習してました。やっぱそういう道みんな通るんやね。通るよね、やっぱり。そんなハードル上げんでさ。おたはさんコメントたくさんありがとうございます。尾上瑞希って言います。ちょっと今ね、あのメイクしながらラジオしてるので、後でまた顔出して配信するので、よければフォローしてて待っててくれると嬉しいです。また通知飛ぶんだよね、 LINE ライブって通知飛ぶと思うので、ぜひよかったら。かずやさんファンピありがとうございます。ファンピファンピファンピ、え、かずやさんどこだ、見えないぞ。あった、いた、ありがとうございます。ありがとうございます。拍手するブラウンもありがとうございます。嬉しいな、嬉しいな。私もね、サクッとサクッとちょっと偵察というかしてき、ちょっと見てきたのよ、イベント今参加してる人だけで、どんな感じの人が参加してんだろうと思って見てたんだけど、まあ、フォロワーが多い人とか、何、まあ、全体のその強さみたいなさ、なんか大体なんかどこで判別するか分からんちゃけど、でもファンピの数で言うと、私のねファンピの数で言うと結構上の方かなと思ったの、その参加者の中で見ると。関係ないのかな、フォロワー数。そう、なんかね、どこを標準、何、方言、長崎弁なんですよ、めっちゃ長崎。ちょうど今実家戻ってきとって来てて、親戚一度集まってるので、長崎弁が多分今ねめっちゃ強いかもしれん。長崎のさ、おじさんってめっちゃ長崎もう方言強いしさ、だけめっちゃ強い今。そう、ファンピの数がすごく私みんなのおかげで多くて、そうだけんか自信満々、自信ついた。なんかフォロワー数で見ると、あら負けとんなとか思ったりするけど、いや、ファンピでは勝っとる、全然戦えるぞっていう気持ちで自分をよいしょよいしょと持ち上げております。長崎ってどんな場所？長崎はね、坂がめっちゃ多いんですよ。めっちゃ長崎坂多くて、あの足腰が強くなりますよ。坂が多くて、でもやっぱりね、そうね、東京に私住んでるんですけど、普段長崎と東京と比べるとやっぱね、長崎の方が田舎で、あ、当たり前の田舎でのどかですね。そう、大都会東京と比べるとやっぱりのどかで、
こう人が混み合ったりする場所があんまないんだよね。やっぱ東京と比べるとさ、一番栄えてる長崎市の長崎駅とかの前でもそんな人が混み合ったりしてないのよね。だからなんだろう、のんびりなんかのんびりな感じに感じるね。でも田舎に来るとすごくみんな歩くのが早いさ。東京の人って歩くの遅いなって思った、すごく最初行った時。リュウさんもこの間、あ、双子のね、双子なんですよ私。双子ちゃんで相方がいるんですけど、お兄ちゃん、一応双子のお兄ちゃんがいて、お兄ちゃんも言ってた、この間東京に遊び来た時、長崎じゃ東京の人みんな歩くとの遅かって言って。そうね、私も最初思ったのよ。じゃ最近慣れたけど、確かにそうだよねっていう話をしてました。なんか田舎の人って多分すごくな長い距離を歩かないといけない、歩かないといけないんですよ多分。足鍛えられる場合めっちゃ足腰そう、重い腰も上げられる重い腰をね多分あの上げられると思う、ひょいって長崎市にあったら関係ないかなちょっとそれは違うかもしれんね、違うかもしれんけど足腰はついてないかな。私も中学校まで歩いて50分とか40分とかかけて行ってたので、やっぱり歩かんといけんっていうのがあるとかな。すごくみんな歩くのが早いんだよね。すごいですね。そう、コメントありがとうございます、本当に嬉しい。何でも聞いてください、長崎のことだったら。あとは特技がサッカーとか、あのフラッシュ暗算とかなんで、興味あったら。興味ないかそんな、興味ないわサッカーとかフラッシュ暗算とか。なおさんやっほー、あきおめことよろです。地元好きですか？大好き大好き。東京にいるんだけど普段はもうね月1とかぐらいで、もう土日とかでひょって帰ってきたりしますね。まあ、なんだかんだ用事があって帰ってきてるっていうのがまあまあ多いんだけど、なんだかんだでね、なんか用事あったり多いな。みゆこの開催ライブ行ってきました。おそう、私もなんかあのいいね押した。そうだって昨日がさ、やっぱ海鮮ライブだったのか。ちょっとお話聞きたいな、みゆこに。そう、今後のこととか、その楽しかったか話とか。そうそう、急な坂道になって。そうなのよ、何なんだろうね。わかる、長崎のさ、わかるそれ。あ、プロフ見てくれました、ありがとうございます。あ、サッカー好きなの。萌衣ちゃんもサッカー好き？空港から何で向かい、え、なんで行くの？なんやろか、佐世保からやろ。佐世保からやったら、なんやろ、車やったら遠かったかな。待って、わからん、佐世保か。でも車じゃない？だってさ、大村、じゃあ長崎空港から大村駅まで多分歩いて行けるのかな。行けない気がするな。サッカー毎日来てるんですかいや毎日はやってないんですけど、特技っていうか、ちっちゃい時やってて、ちっちゃい時っていうかまあ10年ぐらいやってて。峰松さんってどうしたの？峰松さんどうしたの？え、どうしたの峰松さん。最近いないよね。大丈夫？何かあった？あれか、みゆこか。大丈夫かな、レンタカーか。確かにレンタカーが4日かもしれんね、それやったら。確かにそうかも。電車は遠い気がするな。なるほど。そう、毎日は来てないんだけど、サッカーやってたんですね昔で、今もたまーにやってるって感じ。やばい、30分過ぎてた。メイクはまあ大体終わったんでこれでいいや。じゃあランキング読みます。
すいません、あっという間に。みゆこのファンだよね。そうだった、そうだった。運動神経はね、確かにちっちゃい時からいいかもしれん。サッカーやる前から。そうね、田舎育ちっていうのがあるのかもしれないな。田舎出身だからね、ちっちゃい時からなんか木登りしたり山登ったりよくしてましたね。そうね、いっぱい歩いてたからな、ちっちゃい時から。ほんと多分びっくりすると思う、ほんとに。ちっちゃい時からね、すごいですね、よちよち歩きで3キロとか歩いてたのよ家が遠すぎてよ家が遠すぎて、ちょっとお買い物行こっかってなって3キロとか2歳でよちよちしながら。やばくない？さすがにおかんがすごいよね。おかんがすごいわ。それよく2人連れ、双子ちゃんだからさ、2人さよちよち歩きで3キロ何時間かかるのかわかんない。だけど帰りは寝るんだって、疲れて。だからおかんがおんぶと抱っこで3キロ歩いててやばすぎる、面白い。そうだよ、今でも3キロ歩きたくないのに私。すごいですよね、まあ、片道だからね。片道でも3キロって本当、歩き始めた時からも結構ずっと、もう 2歳とか3歳の時からよく歩いてたのよ。そしたらね、気づいたら幼稚園ではもう常に一番だったかけっこ。小学校もずっと一番だったし、中学の時は一番やったか分からんけど、まあ上位だった、徒競走。そう、やっぱ田舎で育ったっていうのがあるのかな。確かに洋服だと6キロになる気が何のあれでもなかったわ、片道だからね確かに確かに。じゃあランキング読みますね。カブオジ待ってる、あ待っとるかもしれん。かわいい、かわいいよね2歳児、よちよち歩きめっちゃかわいい。じゃあランキング見ますね皆さん。第1位アリさんありがとうございます。第2位ブリントさんありがとうございます。第3位、誰だこれ、これはリンちゃんやな、リンちゃんありがとうございます。第4位おにぎりさんありがとうございます。第5位たまちゃんありがとうございます。第6位662BPM さんありがとうございます。第7位ポポさんありがとうございます。第8位エレメンチさんありがとうございます。第9位なおさんありがとうございます。第9位長崎在住の関西人さんありがとうございます。第11位インテリアグダさんありがとうございます。第12位こまちゃんありがとうございます。第13位大輔さんありがとうございます。じゃあ一旦さ、あのありがとう、お父さんもありがとうございます。また後で配信するのでぜひ待っててください。じゃあ失礼します。ない着物持ってないっちゃ、着物持ってないんだよ、着たいんだよ私も。こんばんは。おじさんを送迎に行ってきました。送迎っていうか送ってきた、送ってきたよ。あ、結構混んでた。 おじさんっておじなんだけど、おじめっちゃ混んでました。今日カブおじはねまだなんか下にいる、なんかドラマ見てた、なんか刑事ドラマみたいなドラマ見てた。何のドラマだろう、だろうあれは。なんかなんかドラマ見てた。あれ告知今日行ってない、相棒かな。あ充電しよう、充電危ない、触ったら危ない。消えちゃった、充電しようとしたら消えちゃったんだけど、うれしい。あ来た、あよかった着いた、あっ通知来てる、よかった。 LINE ライブにした方がいいか、 LINE ライブの告知してしようかな、忘れてた。それは DM だ、俺着いたから OK。ホワイトボードに書こう、中華街で占いしてきた。え、どうだった？2023年の運勢はどうでしたか？
メモっといて、それ何、生メモるとメモ、これでおみくじ、おみくじいい、おみくじいいこと書いてなかった、マジでなんて書かれとった、さっき配信しとったとか、ごめん、運転してたわ、めちゃめちゃ2023年もしか聞いてないや、え、何番聞いたと、おみくじは正規占い、おみくじ末吉か、末吉か、なんか目つり上がってない、嘘やん、一日でなんかプチ整形してきた、おみずきマジでずっとしてたんか、今度見に行くわ、ずっと運転してた、トッチーさんファンピーありがとうございます、配信の人来てた、配信の人来てた、釣り目私も好きっちゃね、レミとか釣り目好き、釣り目めっちゃ好き、中学生の時釣り目の女の子ずっと好きだった、好きだったで可愛いなと思ってた、じゅんさん明けましておめでとうございます、コメントありがとうございます、ハメにしてる、みずきの新規さん結構来てたよ、え嘘、ハメにしてる、え今日たくさんの人来てた、え何の話してるの今日、今日の話、えさっきの配信、釣り目、え釣り目可愛いよね、韓国アイドルとか釣り目の方か好きだもん、今夜の任務完了しました、お疲れ様、レミ可愛い、いとしさんも明けおめ、今年もよろしくお願いします、ダッチーさんも明けましておめでとうございます、俺の配信、あ、本当？マジ？白飛び配信思い出す、白すぐ白飛びするんだもん、ハゲにしちゃう、今日めちゃめちゃ、猫と新幹線を足して2で割った感じの顔、むずっ、なんだそれ、フォローします、やば、また喋ってるとさカピカピになってしまう、そうなの、私も新規さんが来てくれてた、のあさんやっほー、コメントありがとうございます、尾上瑞希です、よろしくお願いします、あ、かてさんも明けましておめでとうございます、尾上瑞希です、尾上瑞希です、今年もよろしくお願いします、カーテンさん、あきおめ言ってるように見える、コメント流れてるだけで言ってないように見えるけど、あ、言ってるの、言ってたの、パレードりょうだんさんも明けましたおめでとうございます、今年もよろしくお願いします、お願いします、壁にしちゃう、まあさん明けおめです、良いお年を、もう良いお年すぎる、良いお年すぎました、今日は本当にのんびりと適当な日を過ごしてます、君も明けおめ、そうね、うさぎっぽいなんかかぶり物とかないかなね、バニーガールって何やっけ、ウサギちゃんか、アリ、結構車混んでたよ、意外と人いた、もっとスイスイ行くかなと思ったけど、
上がり、じゃーん。ギャップコレクションイベント参加中、応援よろしくお願いします。意外とこのボードがこの間のフォロワー、昨日かのフォロワー1800人の時も大事だなと思ったから書いてみた。書き始めな、今日今回は3位までなんですよ。3位以内目指して頑張ります。ランウェイイベントです。ちょうどインスタグラムもさ、始めたわけじゃないんですけど、あのインスタグラムも投稿頑張ってるから、何プロの写真撮影みたいなのあったから投稿したい。3位までに入って1800円、1800人や。そう、全然見えない。あ、光のカーテンさん、ありがとうございます。キャンディー、キャンディーいっぱいありがとうございます。キャンディーいっぱいありがとうございます。わー、気づかなかった字書いてて、ありがとう。カーテンさんありがとうございます。今年もどうぞよろしくね。ハベにしてるのも嫌になっちゃう。一旦ティッシュでオフする。ティッシュオフタイムや。こんくらい一旦オフった、これで大丈夫でしょう。書き初めか、書き初めせんといけんな。確かに。配信ありがとう、ありがとう、のりんさんありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。年明けちゃってごめん、毎年すいまめん、すいまめん。いいんですよ別に全然。1月以内に明けおめって言えたら、あの丸おにぎりさんもふるまるき猫、ま、招き猫ありがとうございます。ありがとうございます。りんちゃんもありがとう。りんちゃんいつもケーキありがとうございます。カップケーキもドーナツもありがとう。りんちゃんありがとうございます。丸顔のこと、あ、丸顔です。丸顔は私、丸顔はわしや。あ、また消えちゃった。あ、ついた。リングライトあった方がね、顔に光が入ってめっちゃいいんだよね、やっぱり。リングライトは必須です。このソファーさ、配信に不向きなんだけど、配信に不向きすぎる。今年の目標などを書くといいかなと思って。あ、書き初め、あれ習字道具でってこと、習字でってこと、習字で書きたいな、めっちゃ。でもさすがに習字道具持ってない。習字配信する100均とかでいけそうじゃない、ワンちゃん。さすがにもう習字道具捨てたわ。けど100均とかで筆とか買ってきてすればよかったな。確かに明日とかできそうかな。いや、そっ、母さんに怒られちゃうかな、何してんのって。別に筆じゃなくてもいい。確かに字書くのすごく好きなんですよ。だから やりたいな、そういう。なんかどんどん今年はさ、なんかいつものダベリ配信とかじゃなくて、いろんな配信していきたいと思ってるんで、やってみよう。一旦100均行ってみるわ。筆ペンでもいいね。確かに完成したおみずきの顔、はい。あ、これ、そう、さっきラジオしょったっちゃけど、切ろうとくっちゃった、またしょったっちゃけど、今日は、あ、今日じゃない、今回はちゃんとメイクしました。けど本当に30分で終わったね。30分は変わったっけ。あ、30分は変わったか。意外と早く終わった。ありがとう、カーテンさん、キャンディーいっぱい、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。けいかちゃんもハートありがとう。お仕事頑張ってきた今日は。今日も、今日はってか今日もだ、今日もそうだよね。てかさ、1月1日にケーキ屋さんって開いとった？だいたい閉まってないお店だって。店玉閉まってたよ。え、なんで開いてんの？
ケーキ屋さん開いてるの？開けるの？それ完成されてないよ全然。ももさん明けましておめでとうございますね。週1ぐらいでなんか企画考えれたらいいですね。確かに。ケケケケケケケロジューでしょ。知ってる、なんか知ってるんだけど。ももさん今年もよろしくお願いします。ケーキ屋さん開いてた、マジ？あきおめ、たけしさんあきおめ、いつもシェアありがとうございます。シェアツイッター見てるよ。え、たけしさんって違う、たけしさんか。休みはあるのか、あるのかな。休みはないとさ、さすがに、さすがにだよね。あるんだろうけど少ないのかな。皆さんありがとうございます。この連休が終わったら地獄です。そっか、連休っていつまでの話を連休って言ってる。4日ぐらいまで、5日。うえ、なんかブリントさんの変わっとる、孔明か。とりあえず5日まで休みある。うわ、え、なんでケーキ屋さん開いてんだ。都会のケーキ屋さんは開いてるんだ。長崎のケーキ屋さんは閉まってる。どこのケーキ屋さんも閉まってるイメージだったけど。ケーキ食べた、私今日食べたモンブラン、モンブランばっかり食べてる。え、じゃあ適当に眉毛描きすぎて、なんかいつもと違う、ちょっと変だけど気にしないで。長崎出身の何時もです。え、何時もって何？え、何時もって何？何時もって何さ、長崎出身。え、たけしさんって長崎出身なん？表はケーキ屋さんとか、え、表はケーキ屋さん、長崎のケーキ屋さん開いてるの？正月になった、あ、そういうことね。なるほど。プリンは3つ、モンブランは1個。モンブランはね、今日1つよ今日1つ。3日ぐらい前に2つ食べたんだけど3日前とかね。あれはあれ、あの帰ってきた初日に確か2つぐらい食べた気がするな。すいませんね、本当に。親戚と会って第一声太ったって言われました。今今世紀一番太ってます、おみちゃんです、お願いしますライムさん出勤です。このアプリ昨日ダウンロードしてもらって。そうなの？はじめまして、尾上みずきって言います。嬉しいな、そんななんか記念すべきタイミングで見つけてもらえて嬉しいです。尾上みずきって言います、よろしくお願いします。これ名前、これイベント中ですっていう。そう、そっか、初めてか。見方とかもあんま分からんのか。長崎出身、あ、いつものね、いつものか。何時、何時って呼んでいつ一人当たり買う個数が10個とか。え、え、そんな買う人いるの？買いすぎやろ。あ、フォローありがとう、ライムさんありがとうございます。そうだよね、長崎結構開いちまってると思う、どこも。ライムさんフォローありがとうございます。ボキって言った方、フォローありがとうございます。尾上みずきって言います、応援よろしくお願いします。あ、こんばんは、ウォールちゃんこんばんは。今日からねイベント参加してます。参加してるっていうか、あの今日から、あ、そう、今日から参加してます。褒めにしてる、また。そうだよ、思った、けいかちゃんが連続で来てくれるのすごい珍しい、嬉しい、ありがとうございます。けいかちゃん忙しい時にもう頑張ってね、本当に。あし、5日まで、5日したら土日なんだっけ。金土日か、あ、金土日休み、来てると10個とか。あ、そういうこと。ご無沙汰してます、長尾ゆうとさん。ゆうとさんこんばんは、あきおめ、あきおめや。
国見高校勝ったらしい。あ、そうでしょ。え、3回戦あし今日じゃないの、今日じゃなかったっけ。あ、じゃあ、違う違う、明日じゃなかったっけ。いつ、え、2日とかじゃなかったっけ。違った。インスイッター、インスタで自分で言わないです。あ、そう、ちょっと終わってからね、これ終わってから告知しようかな、告知しようかな。ラグビーも長崎勝って、あ、そうなの。ラグビーはちょっと全然知らん、ラグビーは知らんけど、喜んでくれるな、時間見つけてきます。誕生来てよ、いくらでも、もう喜んでるんですけど私。来てよ。でも暇なさそうだよね、暇な時来てくださいよ。けいかちゃん、けいかちゃん、おみちゃん、うん、連日は試合、そうだよね、さすがにないか、ないよね、告白。あ、招き猫、ゆうとさん、招き猫ありがとうございます。あ、ライブさん、スクショ、もっと可愛い時にスクショ撮ってよ。はい、チーズ。になんか太りすぎてさ、最近めっちゃ太っとっちゃけど、太りすぎてさ、なんか動画になったっちゃない、太りすぎて動画になったかもしれん。そんな気がする。壁にしてる。今日さ、なんかわ、すんません、本当に申し訳ないんですけど、充電がねできないのよ、できないんですよ、なぜか。だけんか切れるかも、なんとなく1時間はいける気がしてるんだけど、 10% とか 20% で切れたら申し訳ない。みんなのアイドル、あら、ありがとう、私の話ちゃう、ありがとう、ライムさん、初めてで、そんな、ありがとうございます。じゃあ、あれ、あ、マイクあるけ、歌歌うよ。あ、じゃあ一旦止まるかもしれん、止まるかもしれん、消えはせんと思うけど、なんか刺さってない、刺さっ、分からんけど、このマイクね、ゲットしたの、もらったの、いいでしょ。あ、それは、これは大丈夫、歌は大丈夫、すいませんね、私も少々太ってしまって、え、そう、本当に大変じゃんねえ、痩せれんくない、一旦太ったら。けいかちゃん、ハートありがとう、ありがとう、けいかちゃん、ありがとう。あ、やばよよやばよやばよ、iPhone、 そう iPhone っちゃけど、なんか何やろ、何が悪いっちゃろうか、イベントってかランウェイ走るぞえ、ランウェイ敵やな、めちゃめちゃライバルやんか。下開けるとラムネ出てこんわ、そんなサービスなかったわ、これに。あるよね、女の人っていろんな大変なことが、あ、伝わりましたえ、そんな大変なこと言ったっけ、なんか私大変なことないですよ、私あんまり、毎日気楽にのんびり生きてます。ただ肩が凝ってるぐらいかな、肩凝っとるしさ、ずっと。ローさん、ハートありがとう、ありがとうございます、ハートありがとうございます。あ、そうなの、やっぱ冬は太りやすいもんね、仕方ないよね、サッカーという手段があるから。あ、そう、サッカーが後ろに書いてるんだけど、サッカーが趣味で、あの、今日もねサッカーしてきました、太らんごと、こうやって、ちょっと今の伝わられたかもしれんけど、こうやってサッカーしてきました。 SM58 って偉大な、え、何それ、SM58 って何？知らん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 。サッカー趣味だった。え、そう、サッカーは趣味です。なんだかんだ見るよりする方が好きです。どっちかっていうとやる方が好きですね。見るよりかは。もう僅差でね、見るのも大好きでなんですけど、やっぱするのが楽しい。やっぱするのが楽しいですよ。定期的にやらなきゃ。マシン。私はあんまりサッカー見ない。本当？
え、本当？見てるイメージだった。え、そうなの？マイクの名前とか知らんかった？あ、キリカちゃんコニーありがとうございます。マイク詳しい人初めて見たっちゃけど、すごすぎやん見る方が好き？なんそれ、なんそれ、知らんちゃけど、ビート57の方が好き。なんそれなんそれなんそれ、なんでマイク詳しいと、おかしいやろ、おかしくないか。え、マイク詳しい人とかいるの？しかも2人いたんだけど。最近寒くて朝起きたら肩こります。え、寒かったら肩こると？え、寒いけ肩こととかの私も。じゅんちゃんこんばんは。あ、じんちゃんだ、ごめんごめん、じんちゃんや。サッカーしてる姿、あ、マジで明日もう一回サッカーしに行こうかな。動画撮りに、動画撮りに行こうかな。する方が楽しいよね。肩こりの原因って胸のせいですか？あ、それはどうなんですかね。あ、そういうこと？肩こるってそういうことか。それはどうなんですか？あんま関係ないって聞いたことあるんですけどね聞いたことあるよ、あんま関係ないみたいな。それわからん。もみもみ、あ、カテンさん、むって何？むって何よ。サッカー下手っぴな人同士フットサルやりたい。え、わかる、うますぎたらさ困るもんね。私肩こらないじゃなくて健康いいな。なんか血流が悪いっす私多分。血流が悪そう、肩めっちゃ凝るもん。もうしんどいです、肩こりすぎて。初爽やかハンバーグ行く、うそやん。いけるといいね。いけんかもしれんよ、私みたいに。血流血の話はしないです。血流です、血流私だってこの間初の爽やかハンバーグやーって言って行ったぞに食べれんかったけんか。早く行かんばよ , 笑ってくれて嬉しいよ。いや、血の話はしてないよ。